ただいまから第2回基本的対処方針等諮問委員会を開催いたします。構成員の皆様方におかれましては、急なお願いにもかかわらず、またご多忙にもかかわらずご出席いただき誠にありがとうございます。それでは本委員会を開催するにあたり、まず政府対策本部副本部長である西村国務大臣から挨拶をさせていただきます。はい、おはようございます。お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。昨日ですね、党諮問委員会の尾身会長から、安倍総理大臣に対しまして、現在の国内の感染状況などをご説明をいただき、政府として緊急事態宣言の準備を進めるべきとのご意見をいただきました。その後安倍総理が準備を進めることについて、昨日夕方発表されたところであります。昨日尾身会長からはですね、東京や大阪など大都市部を中心に累積の感染者数が増加をしていること、その累積感染者数が2倍になるまでに要する日数が7日未満になってきていることなどから、感染者数のさらなる急増の恐れがあること、また感染者数の増加に伴い地域の医療提供体制が逼迫してきていること、こうしたことなどを踏まえ緊急事態宣言の準備を進めるべきとのご意見をいただいたところであります。政府対策本部長であります安倍総理は、こうしたご意見状況を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症が国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるものと判断をし、改正特措法の第32条1項の規定に基づいて今日にも緊急事態宣言を行う意向であります。対象区域は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県、対象の期間は5月6日までを予定をしております。その緊急事態宣言の公示案について本日諮問をさせていただきたいと思います。また特措法32条6項におきまして、緊急事態宣言が、緊急事態が宣言された旨が公示されたときはですね、基本的対処方針を変更するということとされております。本日はその改正にあたりまして、専門家の皆様方、関係者の皆様方、幅広いご意見をいただくためこの諮問委員会を開催をしたところであります。本日皆様にご議論いただく改正基本的対処方針は、緊急事態の下で国民皆が一丸となって新型コロナウイルス感染症と戦い、収束に向かっていくための重要な指針であります。これまでの皆様のご議論を踏まえ案を作成させていただきましたが、本日また幅広い観点からこの新型コロナウイルス感染症対策をですね、さらに強化をしていくための忌憚のないご意見をいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に同じく政府対策本部副本部長である、加藤厚生労働大臣からご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。連日、お答えをいただいておりますこと、改めて御礼を申し上げたいと思います。今西村大臣からもありましたが、この間都市部を中心に感染者数が急増していること、また感染源が追えない誤発例と言われるものが大幅に増えてきている、こうした国内の発生状況を踏まえ、今日は緊急事態宣言等を含めて今後の対応について、具体的には基本的対処方針をどう改正していくかということでありますけれども、ぜひご議論をいただきたいと思います。特に医療提供体制については、現在陽性の確定患者の方はまん延防止の観点から一律の入院措置としていることでも状況にもあります。こうした対応もあって、足元医療現場においては大変逼迫している状況になってきております。4月1日の専門家会議の場でも、感染爆発が起こるときに逼迫、医療現場の逼迫が起こるのではなくて、起こる前からも日々の感染者の増加が医療提供体制を圧迫していくという指摘がなされているところであります。こうした状況の下で、重症対応を中心とした医療提供体制にシフトしていくため、これまでの方針も踏まえ、軽症者の宿泊施設等での療養に切り替えていく方針をすでにお示しをさせていただき、すでに東京、大阪等ではこうした方針に沿った
具体的な対応が発表されているところであります。我々としてもこうした対応に加え、さらに今般の緊急経済対策等を踏まえて医療提供体制の充実にさらに取り組んでいきたいと思いますが、加えて中等症の方への治療のための臨時の医療提供施設の活用等もあらかじめ検討していく必要があるのではないかと考えております。また最近医療機関や高齢者施設等において施設内で多数の感染者が出る事例が、散見をしております。こうした感染を未然に防ぐ、また感染が起きた場合の拡大を最小限に食い止める方策、また妊産婦の方に対する対応等についてもぜひご議論いただきたいと思っておりますので、限られた時間でありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここでプレスの方は恐縮でございますが、ご退出